やっほー、ようこそ夢まか不思議な世界へいらっしゃい。気をつけ、よろしくお願いします。はい、今日は見てください、画面が変わってるでしょう。天地創造、地球誕生のイメージね。疾風怒涛時代、まあ考え方自由やけど、本当はこの新しいメンバーからスタートしたかってんけど、ちょっと忘れとっただからまあ新しい画面になって、今日の授業はめっちゃくちゃ重要、めっちゃくちゃ大切。俺自身が人生ずっと来て、俺なりに得た終着点かもしれん。だから時の概念、目から鱗、人生観が激変、俺自身が激変したもん。今までやってきたことの集大成をふっと考えると、待てよみたいなね。だから今まで俺の夢っていうのは、多分 Facebook にも書いてたけど、夢やったらおかしいけど、自分はどうしたいかみたいなね、時の達人を目指してた。時間を自由に操れる男になりたかった。そしてドーム、メロ、グレムが全部離れた時点で、多分65ぐらいかな、年齢で言うたら、結構自分の時間が出てきた。でも俺は絶対に忙しいとかいうの嫌いやったから、自分の時を操ける、その時の達人になりたかった。誰かがこう、よういいよみたいな、忙しくてちょっとこっちなみたいな、みたいな、まあ今までずっとやってきてるけど、サラリーマンってそうはいけへんか、自分が生きとうてもやっぱりみたいな。で社長なったらなったで、ワンマン社長代ないねんから自由に行かれへんみたいなね。だから人生なかなか思う通りになれへんってみんな思うと思う。でもそれも考え方一つやっていうのを今日言いたいの。だから俺は時の達人にずっとなりたかったっていうことは、まあ嫌いな表現したら、ずっときっと時間の配分で振り回されてたんやと思うねん。でも忙しいことは使えへんで、人にはそんなん絶対暇や暇や言うてるけど、時間の配分、時間の配分、あかんかったら寝る時間を削ったらええわみたいな、時間の配分をずっと考えててみたいな。これどんくさいか、だから人は1やったら2やったらええわ、2であかんかったら3やったらええわみたいな。だから未だにほら、単語カード、もう風呂入るときに単語カードみたいな、バカちゃうかみたいな単語カードばっかり書いて、昨日から一昨日、病院行くときに、献血のときにパッと単語カードを言ったら、単語カードですかって、いや俺アホやからぞとか言って、パッと見て、えらい難しそうですねみたいな、いやいやいやアホやから繰り返しやるだけみたいな、超ちょっと感動されとったみたいな、しまったみたいな、でももう関係ないわみたいな、アホやからもう繰り返しやるなみたいな。で今日はその時の話をする。じゃあ聞く、時の概念って何って聞いたら難しすぎるやん。質問変えるわな。時間って何？誰か答えて。これみんな答えられへんけど、全部うまいこと使えてるの。でも時間って何って言ったら誰か説明できる？わかるかな？もう当たり前と思ってるやん。これさっきちょっと考えたんか。時間って何かって言ったらね、まあ、大きく分けて3つやん。2時、3時、
5時みたいな時の一点を表す場合、そして今度は期間、3時までにやってや、5時に行くわ、今からその期間を表す、これ時間な、何時間ぐらいかかる、今からこれ終わるまでやかな、期間を表す。で今度は人間の生活の概念、ちっちゃい子を見て、うわー時間経つの早いなー、あっという間に大きなったなーみたいな、時の経過みたいなのを表すみたいな。でもみんなそれは上手に使えてんの。でも時間って何って聞いたら、ほら時計があったり日時計があったり砂時計があったり水時計があったり、時計で生活してるやん。さっき考えたの、じゃあもしみたいな、時計も何にもないないところにパカッと、自分らの家族でもや、なんかグループだけで行った、どうやって判断するかって考えてん、時も何にもないねん。ああそうか、まず簡単に3つやねん。太陽が昇ったら、わかるかな、太陽が昇ったら1や、次太陽が沈んだら、わかりやすいやろ、太陽が沈むまでに変えといでやみたいな、太陽がこれアウトやでみたいな、もうかかってもええねんけど、太陽がちょっとでも見えたら丸みたいな、な、太陽が上がった時点でアウトみたいな、な、だから日の入り、日のあの日の出あれかって、ほらはいはいやから誤差あるわな、ちょっとはな、まあそんなええねんけど、とりあえず時っていうのは、そして太陽が頭の上に来たらご飯食べようかみたいな、時計が脳でも自然を使ってそうやってやれへん、太陽が昇ったら、太陽が沈んだら狩り終わりとかな、太陽が昇ったら目覚めようぜみたいな。ああそうか、時計がなかったら太陽を使うな、 あそしてきっと日時計を作るかなみたいなの分かってきたやん。俺この間日時計作ったやんか。なるほど、棒作って待てって作れたかもしれん。きっと太陽を中心に考えると思うから、みたいなことを考えとって。だからまず、まあ今日写真のこともあるけど、まあこれにしてみたら時やねんから、どないしようかなと思ったら、まず我が家の時計な、これ2階の時計、3階の時計をパッパッと切り抜いて、だからほら1時にちょっと、1時5分にとって、次これちょっと経ってるから、はい、にどっちや、先に3階取ったんかな、そやな、先に3階バシャッと取って、それから2階へ来てバシャッと取って、あとキュッ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 とこう切り抜いて貼り付けたみたいな、切り抜きってやつや。そしてこうでガチャガチャかけへんと、時の概念、目から鱗、人生観が激変するぜみたいな、そのお話を今日はしようかなと思ってる。だから今日の授業っていうのは、ま、俺勝手に思ってるんやけど、すごい価値があると思うぞ。はい。まず、待ってくれよ。まず、今日は甘いね。はい、これな。はい。時間とは、な、時の流れの一点、8時とか、6時、7時にな、みたいな。何時待ち合わせ、何時、時の一点を表す場合。そして、5時までにしろよ。なる時刻と時刻の間、何々までに、何々の間とか、使い方な。で、今度3つ目っていうのは、出来事や変化を、な、時の流れは早いな、あの時からもう、時間の経つの早いな、みたいな、な、出来事や変化を認識するための基礎的な概念やね。難しく言い方変えたら。
その使い方をみんなは全部できてんねん。できてるけど言葉で説明せえってなるとちょっと難しいわな。だから生活するにおいて使い取ったらどうってことね。たまたまこれ答えられんからな、関係ないねん。今言うのは、あ、俺らはそれが当たり前になってるやん、みたいなことやねん。ほんで、俺自身が、例えば時間とかどうこうとか、みたいなのもあんねんけど、それさっき、メインを先にやるわ。今日一番言いたいメイン。これ、時間かけてやるわ。いい？これや。時間の概念の分析や。わかるかな？時間の概念の分析。どういうことかって言うたら、大きく4つに分けんねん。これみんなな、丸暗記してほしいし、控えてほしいねん。これは、あら、ちぎれちゃった。これは絶対、すごい大切。でも説明するの、なかなか理解しづらいけど、ゆっくり喋るからな。例えば、仕事としようか。あるやつは、まあサラリーマンになって、しょうない社長だったろうって思うやつ。あるやつは、まあ別にええわ、時間さえどうこうしてて、給料もらえたら生活のためにええんやから。の二人がおったでしょうか。なら仕事っていうのは重要やん。でも生活のためにやるやつは重要じゃないね。あの仕事の内容やで。これが頑張ったら会社が儲かるとかどうこういうことやで。時間こなしてお金もらえたらええわみたいな。わかるかな。だから社長目指すやつはとか会社のためにってやつは重要で、言われたこと5時までに、はい分かりました、絶対にやる。でもいやいや働かなあかんから、とりあえず生活のために働いてるやつっていうのは重要じゃないねん。な、言われたことどうこう分かった、何時までにとりあえずやればええ、嫌やねん本当は。自分にとって重要じゃないねん。でも支給ってやからやらなあかんねん。これさな、仕事お金もらわれへんから。じゃあ今度こっち側見て。じゃあ仕事って大切と思ってんねん。でも5時までにやれって言うても、6時までにこれやってくれ。あかんあかん。俺、そんな支給じゃないよ。俺デートせなあかんから。俺急がないもん。それ関係ないもん。ってなると、クビならへんか。仕事は大切やけど、デートのが大切。だから、俺、仕事の支給ぐらいって急がないよ、みたいな。5時やねんから、5時までするけど、6時まではやれへんよ、みたいな。5時になったら、はい、終わり、みたいな。次。ね。仕事、別に、みたいな。何時までやれよ、別に。そう、クビになるわな。これ今、仕事のパターンな。捉え方一つ言うてね。自分の気の持ちようやねん。俺これすごい分かりにくいかもしれない。いろんなパターンでやっていくわ。例えば、日曜日でもええわ。仕事終わりでも、学校から帰ってでも、何でもええわ。とりあえず自分の時間ができたいう時にゲームするやつ。重要じゃないやん。急がないやん。でもきっと彼らはこういうとも、精神的にリラックスできるからええねんって絶対言う。俺分からんねんけどな。俺バラエティとか見えへんから、バラエティ見てリラックスすんねん。それも一つの方法やけど、重要じゃない。それ見えへんかっても死ねへんやん。見えへんかっても絶対見なあかんじゃないやん。でもそれを見てな、心がハッピーになって、次の仕事に前向きになるんやったらええかもしれへんけど、俺今言う、一般論の話をしてんねんで。だから何も埋めへんくて、前向き姿勢がなしに、自分今さえ良ければええのがここやねん。何かがあっても
漫画を見る。別に重要やないけど。いや、俺にとっては重要や言うたらもう言われへんやんか。でも彼がな、漫画家やったら別。漫画で生きていこうやったらまた別やで。まあそういうのも、いろんなことは別として、テレビをバラエティを見る。別に重要じゃないやん。ゲームする。別に急がんでもええやん。でも、プロの e スポーツのゲーマーになりたかったら別な。でもだってやめてな。俺一般道の話をしてるから。だからこうやって見てて、もっとすごい面白い質問するわな。この1、2、3、4つあって、一番大切なのはどれと思う？これみんな考えて。一番大切なのはどれでしょう？みんな言うやんか。重要、至急って言うへんか？言うへん？でもサラリーマンとか社長とかなったら、自分で事業したら全部そうやんか。コロナあっても、店開けなあかん。なんでや、生活せなあかんから、重要やんか。支給お金がいるからやんか、みたいな。経営者はな。でも、働きに行く人は、別に重要じゃないや、行きたないねんけど、まあ、とりあえずお金もらわなあかんから、行かなあかん、みたいな。これがここ。これは、こんなコロナかかったら嫌やし、別に人が足らんと、俺とって関係ないもん、ここ。めちゃめちゃ人手が足らん、分かってる。でも俺別に意見言うても嫌やもんっていう感じ。今頭おかしなってないで。一個一個いろんなこと言うてくるから、いろんなこと言うとったらどれが大切かわけ分からへんやんか。世間で言うプータロー、プータローっていうのが何言うの、仕事の線とブラーっとしてるやつ、何言うの、プータローか。プータローいうのかな、なんか分からへんけど。それはこれで。仕事の線と、のらりくらりみたいな、これここや。でも自分何でポリシー持ってても世間は、みたいな。必ず聞く、面接部に聞かれんねんか。今まで何してますか？この3ヶ月は、この6ヶ月は何してたんですかって考えたときある。その時に無職ですとなると、採用する方はもう赤信号が灯るからな。俺面接の記者やったもん。なんも綺麗事言うたって、この間何してたんって。いや、自分何にこうこうこう、嘘嘘嘘、プータローやもん、みたいな。面接のためにええことばっかり言うてるみたいな。世間、プータローのやつ、雇ってくれへんねん。なんでや。責任感がないし、仕事に関して、どうこうに関して、自分の時間の感でもないからやねん。別に悪いとは言えへんねんで。ほんで、この4つのうち、どれが一番大切かと思う？みたいな。もう結論言うわな。これ、ちゃうからな。当然これもちゃうわな。これ、見たいやろ。嫌なことはせんけど、言われたことだけはする、みたいな。人に迷惑かけたらあかんことだけはするけど、あとは関係ない。会社のために関係ないもん。金物っていいねんもん。みたいや。これやからな。重要、急がないが一番大切。これ考え方いろいろで、俺はそう思う。例えば、ベトナム語を勉強したいみたいな。でも、いついつにベトナム行くとなったらめちゃめちゃ勉強すんの。俺、もうベトナム語に関したら、もうきっちり的に頑張ったな。文法から何から発音通じんと、もうすっげえ。でも普通にベトナムの人と簡単な会話をやったらできた。で、わからん会話を英語で言うて。だからね、英語わかるやつっていうのはベトナム語でもなんかわかり合えるんやけどね。全く英語喋れられへん、ベトナム語しか分からへんやつっていうのはやっぱり難しい。分かろうとする。いやいや、うまいこと分からへんけど。
結論的にな、自分自身が、例えばベトナム語をする重要やけど、ほっとったらそのうち、例えば、これ昨日やったかなんかで、バンモスって出てきてんか、バン、あ、なんやったかなーって俺すごいまたショックやってん。バンモスってなんの、スペイン語でな、お行こうぜとか、頑張れみたいな、バンモス、バンモスみたいなやつを忘れてんね俺。カモン、カモン、頑張れ、カモンみたいなやつが、バモスやね。レッツゴーとかもバモスやね。それが俺、出てけえへんかって、ワオーと思って、あんだけスペイン語やったのに、みたいな。あんだけイタリア語やったのに、あんだけ、みたいなね。使えへんかったら、忘れんねん。でも、英語は、なんかいつ喋っても、なんか、なんでやろ、みたいな。英語で喋る方が、あ、グリムとオトギタも全部英語で喋ったりするみたいな。英語の方がズバズバ言いやすいんかなみたいな。あんま自分のものになってるか、かもしれへんね。だから言いたいのは、重要やけれども、急がないやつをメインに考えてよね。なんでもね、例えば、すごい分かってる、すごい分かる、大切や。でも俺忙しい。ええんちゃう別にみたいな。俺が人に会うときにっていうのはもう絶対忙しいなんて言えへん。俺だから、いや忙しいねんっていうやつは俺、うーんってもうその時点で心のシャッター下ろしてるもん。なんでやった俺呼び出すとき急に呼び出すもん。これこれせえこれこれせえとか。全部上から目線かもしれへんねん。対等ない全部俺上からやってるかもしれへん。でも誰かに言われて従うのめっちゃ楽やもん。師匠がおって入って従うのめっちゃ楽やもん。俺そんなおれんかったらきっちゃい的に努力ばっかりして遠回りだらけ。時の達人になれたなって思ったんは、時の達人になったんがすごいんか、そうやないって俺が思ったんは、待て、俺がしたいことは何やろ。いろんなやつに、仲間とか家族とかいろんなやつに夢を渡らせるための橋になりたいんやなと思ってん。キザな言い方したら、人のために役に立つ。でも一般の人に違うと思うの。俺今みんなコメント書くときでも、そんな一般的やからアウトってやつと一緒やねん。自分入ってへんねん。世界平和があってちっちゃい子で言うとさ、なんでそんなん通じんの。でもその子の兄弟とかお母さんが戦争で亡くなったりとか言うたら、その子の世界平和言うたら、意味があんねん。でもそういう経験ないやつが世界平和言うたところで美辞麗句やもん。俺はそう思うので勝手な理論な。だから今言うのは時の概念で大切なのは重要や。でも急がないことってあるやん。俺はなんかのこのテストをなんか国家試験取りたい受けたい、なんでもええや。イタリア語覚えたいでもええねん。みんな例えば英語覚えたいでもええねん。でも重要って分かってんねん。でも急がないやろ。伸びへんよって。自分で決めてこの時までにってせえへんな。みんな自分に甘いやん。だからお前らこれ写真撮ってこい、どれ帰って言うやんか。これ強制やんか。ここや。これお金も発生してへんねんでどうこうやけど、慣れるまではみんなこうやねん。やってるうちにめっちゃみんな進歩していってるやん。だから客観的に見てたら、ちょっと待ってみたいな、この短期の間に写真がガラッと変わってるやん。でも出してんやつは分かれへんねん。それを、ああ俺もう写真嫌いやから、見てるだけやったら絶対伸べへんねん。やったら分かるやろ。見てるんとやるんは全く違うの分かるやろ。みんな見てんねんこれずっと。これどれどれ一個取ったって、はいこれ買ってみたいな、これ勝手にちゃうからな。俺が愛用してたこれ懐中時計やねん。それを時っていうのでバックグラウンドやから目立ったらあかんねんけど、普通の黒じゃないねん。
文字を目指さなあかんから、ちょっと、わざと青っぽくしてんの。ここもどうこうせえへんのは、重要、地球、地球、面白いね、先生。重要の反対って言うてみ、面白ないか。こんだけなんか重要って言うのに、反対言葉出てけへんやろ。地球の反対を言うてみ、あっちゃーと思って、日本語ってめっちゃおもろいな、みたいな。面白ない？うわ、ほんまやみたいな。重要だからもう重要だねにしてん。至急だから普及とか書いてあるんだけどな、もうええわみたいな。もう急がないことにしてん。至急みたいな。だから、勘違いしたらあかんと。自分は重要だったと思う。何がしたいと思う。でもしない。大概のやつこれやねみんな。例えば、時間がないとか、いや、興味がないやつ、全部これやねん。言うてることわかるよ。でもってやつの。これ。こう、アメリカ高いねんけど。でも、お金をもらおうとなったらこっちなんだ。社長がこうこう、こうせえ。いや、でも、はい、わかりましたってこっちやねん。お金が発生してたらな。いや、嫌かもしれへんねん。でも、すごい大切やねん。わかるかな？どってことないみたいみたいな。これもそうやねん。お金が発生するから、自分自身は重要でないのって別に会社するわけないんやけど、職種なんでもええねん。興味もない、重要じゃないねんけれども、上から一律高校生言われたら頑張ってせなあかんねん。だからお金もらえんねん。こっちは？これ高校して高生なあかん！でもせえへんやん。急がんでええからやねん。重要じゃない、急がない、これ別にどうでもやけん。これ世間で一番あかんやつや。でもこれやってるやつは、いやいや、リラックス。いろんなことで自分自身が心の安らぎいるから、これが大切やって言うねん、もう聞きたないけどな。自分なりに、みたいな。でも、今俺が言ってるのは、対処大変やけど、歴史でも一生懸命調べてたら、なんか、見えてくる、みたいな。しんどいからこそ、分かってきたときって嬉しいやん。それは重要と分かってるけど、頑張ってんねん。ちょっとこっちで言われたこと宿題かもしれんねん。ほっとったらせえへんねん。見てるやつ誰もせえへんわ。でもこの仮面軍団と、その摩訶不思議軍団の人間界のやつは頑張ってんねん。写真送れ。いやいやいや、アプリが、いや、関係ないねん。パッと撮っておくればいいねん。関係ないねん。普通に写真一枚撮って送ったらええねん。なんで？送るか送れへんかやから。内容とかどうこうじゃないねん。で、俺が説明してアドバイスする。あかんやつは、みんなの前で言えねん。あまりにレベル低いやつとかどうこうとか。ここで言うのは、みんなもなるほどなっていうやつしかせえへんねん。今回も、三人あげてるけど、それ時間ないかもしれへんけどな。この方が大切やからね。だから、これ、まだまだ分かりにくい、分からんでええねんけど、重要やけど、すぐせんでめえやつな。俺がもし誰かに会う、この人、すごい俺価値があるなと思ったら、はい、何回言ったら大至急会おうって言うもん、俺。向こうが出へんかったら、うわっ、いちいち会おうって俺絶対言うもん。向こうが出たら飛んでいくもん。ましてや、しょっちゅう言えへんやつやったらな。しょっちゅう来いとか言えへんねん。そうやったら飛んでいくみたいな。俺そうやって聞いてきたもん。俺はめったに電話せねえけど、電話したら絶対来るみたいな。でもそれは、ずっと一緒に生活してるとか、俺自身のことをようわかるからできんねんけど、普通では無理や。なんで？自分持ってるから。自分の世界が一番やねん。だから忙しいって言うねん、きっと。自分の世界が中心やからやねん。俺何も言えんねん。俺は死に行くやないけど、俺限定された人間は家族のように、俺ええ格好しいやから、そいつら伸びてほしいねん。俺が持ってるいろんな技術とかどうこうとか覚えてほしいし、どうこうしてほしいねん。そしてみんなからすごいねって言われてほしいね。その代わり俺ボロクソに言うよみたいな。しっかりついてこいみたいな。
あかんかったらお前アウトって脱落って言うもん。これ無料やったら言われへんねん。どうこう来て関係ないって、俺言うてもせんアウトみたいな。関係ないみたいな。人数予算いらんもん。今ちょうど10人やんねん。なんか測ったみたいに、すごい上手いことできてるな、みたいな。この10人が、1年間、何人1年間ついてくるかな、みたいな。でも1年のうちには、もう多分ガラッと変わってると思うよ。でも何人かは脱落するやろ。でも、体調が悪いとかどうこう、俺例えば今この10人が、あれ連絡ないなみたいな。多分昨日で言ったら一番のほら、あの、陣痛とかの子供やから、一番でバー書くはず。ない。めちゃめちゃ心配やって、あ、また絶対、なんか、ぶり返したかなと思うとった。で、あの、じゃあ、メッセージ来て、いや、実は高熱出してどうこうって分かってたから、心配するの当たってんねん。他のやつがどう起きても、あ、どうせこいつ関係ないわ、みたいな。みんなそうなってほしいね。あれいつもメッセージ一番ってくんのにないな。どなしたんやろみたいな。サボってたんかな、お酒をたくないけど、二日も過ぎたとしたら、え、ちょっと待ってって思うの、俺。Facebook の時もそうやった。いつも来る人が見たら、お母さん来とくやったとか。で、そういうのがやっぱり、動向でわかるねん。こんなん人数どうこうしてるの、すぐわかるからな。すぐわかる。手抜いて抜いてんすぐわかる。これ、器用じゃないから、YouTube って YouTube しかでけへんねん。Facebook も要せん。じゃあ、すでは、でも、あれもやり、これもやりはしないね。インスタグラムもしない。今、これ、全力投球やねん。でも、みんなはやってへんねんで、あれもこれもこれもこれも、俺は今、これ。他の友達関係ないで、この10人のみ、みたいな。家族のように付き合いたいから、これ、全力投球やねん。他のやつが、いいねしてくれた、よかったね、どうね、どうでもいいねん、俺。俺、もっと密度の濃い人間関係。それが今、重要。急がないよ。重要至急にしたいねん。お金が絡まんと、これ家族やったらそうやろ。え、なんか怪我した。一番で飛んでいけへんか。どんなことがあっても。これが家族やねん。うまいこと言えんけど、歴史考えてもどう考えても、全部歴史的人物どうこう。見た、もう、やっぱり人間関係、やっぱり、家族ってね、一番大切にしてんねん。だから今俺は家族を一番大切にしたいみたいな。そして今、どういうことかって言ったら、もう今、ドーンもメロもグルムも一緒に生活してないやん。そしたら、されもの日々に疎し、同じ息子やで。そいつらみんなそいつらの人生があるやん。だから、今を大切にしたいねん。だから今一緒に共にみたいな。二日に一遍やけど、一生懸命調べてどうこうしてんの、俺すぐわかるからな。写真も頑張ってて、うわ、すごい伸びてて、みたいな。やってるやつはすっごい伸びる。やってへんやつはわからへん。これはセンスの問題やけど。センスどこ違う。最低限の基礎を守ると、いろんなことの言われた通り、それが至急や。どれか一個。例えば、遠近法だけを考えろとか、目線だけを考えろとか、いや、一個だけ、いろいろ言うたやんか。一個だけ考えて写真パッと撮ったら送ってしまい。ポイント何やみたいな。目線です。いや、なんとかです。いや、空間です。いや、構図です。いや、みたいな。下から撮りました。なんでもいいね。一個撮れたらいいね。あれもこれもいらんね、俺。でも、写真送るんが一番いいね。やる前からあかんわじゃない。みんな苦手やねん、最初。誰でも。誰でも最初からみんな苦手。苦手やから頑張んねんか。得意なことばっかりやってたら、ええで別に。でも俺は引き出しを増やせ。言い方変えたら、65までは、友達は質や。ああ、数や。65を過ぎたら、質に切り替えていけ。
それと、俺今、人間界におるな、10人。お前ら超ラッキーやな。年齢層も違う、動向も違う。これお前らの財産になるぞ。なんで、俺が家族に言うにってことは、お互いがみんなもっと思いやれ、動向せえ、みたいな。今やっと、チェンマイ親父が、チェンマイ親父ちゃんと最近手抜いてるけどな、一個作ったらいいな、こってりしとるけどな、最初のように頑張ってほしいけどな、これ、チェンマイ親父聞こえてるかな、コピペでせんとみんなにつけ、一個一個言うたってほしい、俺はそうしてるぞ、みたいな。俺のこれに見たら平みたいやからな。でも、チェンマイ親父はできる男やから。手抜かんといてな、チェンマイ親父な。で、みかんちゃん。広報としてすごい頑張ってくれてる。すごいありがたい。でも写真一番送ってくるのもみかんちゃんかな。だからエコ引き関係なしに結構みんなのためになるやつをどんどん出していくから。だから今日はそこまででけへんかもしれん。やるかもしれへんね。まだ言いたいこといっぱいあるから。これなんとなく分かったから。分からんかったらまたやるから。なんとなく、ぼやっと、言いたいこと、分かってくれたらいい。例えば語学を覚えたい。これやからな。重要と思ってるけど、急がないやろ。一年前は戻った。できてないやろ。喋られへんやろ。同じじゃない。やる気があるかない。やる気はどういうことか言ったら、自分自身に厳しくかやねん。自分に厳しくなかったら絶対伸びへんねん。だからここは強制的にと思ってる。やるやつは自らやんねん。だからここを自由にコントロールできるやつは、何してもできること。引き出し広げなあかん。だから苦手なことも頑張らなあかん。急がないけど俺は急ぐぞみたいな。わかるかな？ここを頑張れるか否かで、人間的な価値、人間的な引き出し、人間的な深さが変わってくるから。これに関してはまた言うから今日はここな。はい。で、次。じゃあ、俺自身の、まあ、考えようか。これパッと見る。はい。これずっと俺が使ってた時計や。な。携帯が普及した。時計は過去の思い出の品と違う。今、あんまり時計してる人ねえや。俺はこれ今時計はデザイン、ファッションやな。時計見るためと違うねん。今までずっと電池入れとったけど、形だけ。これは一つのデザイン。当然電池入れたら動くんやで。動くんやけど、携帯があるから。言うてんか、今もデジカメも、携帯があるからせえへんやん。昨日こんなのしてて、カメラ屋さんが超大変で、なんでかコロナでってことは、老人が旅行せえへん。老人はどうしても写真に欲しい。デジカメで撮った画面がちっちゃいから焼き伸ばしする昔の人間は。なるほどなと思ったんや。けどちょっと写真屋の、ちょっとオーナーと喋っとってんけどな。なるほどなと思ったもん。もう若い子はもう写真とかせえへんかもしれへん。焼き回しとか。でも年配の人はするね。なるほどなって。すごいそれでちょっと勉強だった。ね、今俺言うのは、時計はもう過去。今みんな時計せえへんやろ。昔はもうなんかあったんやが、常に時計してて、どうこうしててみたいな。俺もこれと懐中時計。おしゃれな時はもう懐中時計持ってて。で、これはいろんな時計があるけれども、もう過去の思い出。ということは、もう今時計してる人って少ないやろ。じゃあ時計して、これでね、ルレックスでね、クリエイね、トクトクでな、みたいな、その自慢のためやんか。これはファッションのためやけどな。でもな、自慢とファッションは全然ちゃうんで。自慢っていうのは、車自慢や。乗して嫌や。俺は車乗った、乗りたい。